小沢美幸は、日本のショートトラックスピードスケート選手。1997年世界、ショートトラックスピードスケート選手権、大会3000メートル、リレー同メダリスト。1998年長野オリンピック、代表選手で、同大会の3000メートルリレーの4位、入賞メンバーである。東京都北区赤羽に生まれる。幼少期よりスケートをはじめ、本格的に、 スケート競技に打ち込むため、長野県の佐久長生高校に進学した。山梨学院大学に進み、1年時の1995年に世界ショートトラックスピードスケート選手権大会の日本代表となる。翌年の本番では、個人総合17位であった。長野県で開催された1997年10月の同大会では3000メートル、リレーメンバーとして3位に入賞した。 また女子総合2位となる。1997年11月全日本、選抜ショートトラックの1500メートルで優勝を飾り、翌年に開催される1998年、長野オリンピックの日本代表に選出された。1998年、山梨学院大学3年時に長野オリンピック女子1000メートルと女子リレーの3000メートルに出場した。 個人種目の女子1000メートルは、徹河原育英、田中千影らと共に予選を滑り、予選1回目は2組で2位通過。予選2回目は3組目で3位通過。準決勝で3位となり、決勝に進む。決勝は10位であった。団体競技の3000メートル女子リレーは、準決勝1組目を2位で通過し、決勝へと進出する。決勝では4位となった。ABC 小沢美雪。 日本オリンピック委員会、ありがとうございます。